どうもこんにちは。今回はですね、ハンターエウスの幼虫ボトル交換していきたいと思います。これが全部オスの幼虫なんですけど、産地すべて一緒で、ネパールハンターエウスのサガルマタコタンですね。でシワタケ850のボトル、今1本ちょうど食い終わった状態で、温度管理はずっとワインセラーの中で行ってました。18度管理ですね。ボトルも触ったら冷たいぐらいよく冷えた環境で、まあ安定の適温といったところですけど、今ねこれはハンターエウスの幼虫がシワタケの 850ml ボトルを2度食いして食い上がってる状態です。もうこの状態でね、ボトル変えてやったらちょうどうまくつながってくれると思いますんで、割り出して新しい環境に入れていくといった作業を行っていきます。こういう状態で幼虫一旦出していくんですけど、これ大平竹で白枯れ系の虫、まあ、国産オクワとかホープエとかやった場合は完全にボトル交換のタイミングとしては遅いんですけど、まあ、シワタケでネクイ系の幼虫やった場合はこれぐらいがちょうど交換のタイミングですね。丁寧に上から掘っていきましょう。よいしょ。幼虫体重ってね、僕あんま興味ないんですけど、というかサイズ気にしてやったことがこれまでの人生で一度もないんで、まあ、どうかなといったところですけど、みんなそういうの好きなんで、今回は幼虫体重測っていきます。これねボソボソの状態ですけど、はい出てきた。これがシワタケ1本で出てくるネパールハンターエウスの幼虫です。何グラムかな、結構でかいでしょ。まあシワタケこんなもんですね。うわ、はい、38か、あんまりですね。もう普通にね1本目で 50g 乗ってくれるのがシワタケの魅力といえばそうなんですけど、昔ブータンとかでねトンサーだったかな、1本目で50とか50オーバー普通にボンボン出てましたけど、まあ、今回ちょっと38と若干寂しいです。シワタケの場合はですね、特に1本目から2本目のつなぎってものすごく大事で、ここでシワタケからシワタケにつなぐって実はかなり上級者向けです。シワタケの扱いが3年ぐらい経過しないと、シワタケから特に手詰めのシワタケへのつなぎって、まあ、まずメリットがない状態になっちゃうんで、2本目は僕発酵マットとか大平竹で行こうと思ってます。まあ業者やってた頃はねかなりちょっと変態的な虫作ってましたんで、2本目はブナの平竹とかね、ドルクス系には全く不向きな菌種でやってましたけど、まあ今回はね普通に発酵マットと、あとは 850ml のシワタケボトルでもう一本つないでやっていこうと思います。こちらのボトル行ってみましょうか。まあ2度食いでちょうど食い上がってる状態だから、交換のタイミングとしてはこれぐらいかなといったところですけど、1匹目がね 30g 後半だったんで、多分そんな感じで今回安定すると思います。40前後でそんなに伸びてるというわけでもなく、やっぱりエアコンの一部屋管理には絶対勝てないですよね。ワインセラーでは空気のね動きが大きすぎたりとか振動とかね、やっぱ良くないと思いますよ。当然ですけど、丁寧に入っていって、でね、このシワタケっていうのは商品としては MT160 なんですけど、添加剤がフスモは 5% しか入ってないんですよ。まあいわゆるその
栄養素系の高添加の菌糸では全くありませんので、これ要するにシワタケっていう菌の力と大学の状態だけで幼虫体重を出してるっていう発想になりますね。出てきた、まあやっぱり40前後じゃないの、37、まあこんなもんですかね。普通はね、その高栄養の添加剤をバンバン入れて幼虫体重グイッと伸ばしにかかるっていう発想で製造されてる菌糸瓶が多いんですけど、シワタケの場合はね、工場長がね、添加剤あんま好きやないみたいで、ふすま 5% しか入ってないんですよ。だからまあ発想としては20度以下の低温で引っ張って大学の餅の良さ、シワタケの特性を生かして2度食い半ぐらいで2本目に投入していく。でこの時にネパールアンタイウス、インドアンタイウス、ブータンアンタイウスみたいなヒマラヤ系だったら2本目入る前に 50g 乗っててほしいっていうね、そういう菌糸瓶ですね。中型ヒラタとかあるいは大型ノコギリみたいなものがこの850のボトル1本で台紙系が出るっていうねこともありますから、商品が作りやすいっていう意味で重宝する禁止瓶だったんですけど、まあやっぱり大型系のドルクスでサイズが欲しいってなるとどうしても2本目以降のつなぎって重要になってきます。でうちの流派ではね、絶対禁止瓶シワタケの場合は2本以上食わさないっていうやり方が定石なんですけど、これはやっぱりね、久しぶりにこんなでかい幼虫見るからな、感覚バグってんな。あ、45やって、嘘なしでしょ。まあだからこれぐらいの45とか50近い幼虫がボン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 コンスタントに出るのがシワタケ本来の威力ですね。まあ、こんな感じで2300の発酵マットに入ってもらいます。こちら行ってみましょう。まあ、なんで2本目に手詰めのシワタケに幼虫投入しないかというと、シワタケのブロックはね、極端に詰め方が難しいんですよ。もうそれ習得するだけで多分 2,3 年かかると思います。ゆるく詰めるのが基本なんですけど、まあ、やっぱり人間の手というか人力では誰がやってもそのシワタケ本来の持ちの良さが発揮できない状態でしか詰められないんですよ。まあ、シワタケってこういうね、その発酵マットみたいなお箱になるのが特徴で、これ乾かしたらそのまま発酵マットとして使えるぐらいですけど、この状態になる詰め方が手詰めでは難しすぎますよね。うちの師匠でも難儀するぐらいですから。 35g、 まあうちの師匠がね、シワタケ作った人なんですけど、これここ入れておきましょうかね、こんな感じで。まあなのでシワタケ使われる場合は2本目のつなぎを何より重要視してください。アンタイウスだったら1本目で 50g はまあ乗るんで、2本目に低温系のおひらたけ2300以上で食わすか、発酵マットで幼虫体重落とさずに浮かさせるか、もしくはショーケースにシワタケのブロック掘り込んでそのままズボと投入。まあ、選択肢としては大体この3つぐらいがベターな選択肢になってくると思います。うい、次行きましょう。まあね、自分の場合ブリーダーになってプロブリーダーになって業者になってって流れなんですけど、本当にね、ただの一度もでかい
クワガタが欲しいと思って飼育したことがないんですよ。ね、よほど変わってるというか、多分日本でも僕だけじゃないかと思うんですけど、そんなところでは虫やってないっていうものすごい強い自負心があったんで、生き方としてね、その道を選んだっていうのは自分にとってのプライドでしたから。37ですね、ごめんなさい、ちょっと反射で見づらいですけど37です。これね、ズボッとここに入れときましょう。まあ大平竹みたいなものでアンタイウスやるっていうのも、まあ通常ではよくある話なんですけど、自分の場合は早い段階でこのシワタケ買わしてもらうようになったんで、その大平竹でアンテバリバリにやっておられる方々とは全くその発想とか考え方とかまるで違うと思うんですけどね。うちの流派ではシワタケって日本以上食わさないんですけど、やっぱりでかいオスが欲しいってなったら添加剤効かせた大平竹で4本5本6本っていうのはある話だと思いますんでね。そこはもうなんて言うんだろうな、まあ、スタイルの違いという部分ですね。もう自分なんかはこのシワタケで本数少なく低温で引っ張るっていう飼育方法をずっとやってましたんで、アンタエウス、ヒラタノコギリなんかそうですね。離島ヒラタの系統ではいくつかギネスサイズも出したんですけど、まあ、当時ね、そのギネス同行の雑誌とは別の雑誌で連載してたんで応募したことは一度もないですね。でまあやっぱああいうものは一般の方のスピードガンコンテストみたいなもんで、自分らみたいな立場の人間が騒ぐものでもないと思ってたんで、 42g でしたね。こんな感じで入れときましょう。まあぼちぼちじゃないですか。うわ、大道食根すごいね。これね、シワタケならではの大箱なんだよな。サラサラでしょ。この額が出せないんだよな、手詰めではどうしても。いや、この額になるように詰められる人がいたらお目にかかりたいもんですね。多分日本には誰もいないと思います。というわけで、シワタケ MT160 のアンタエウス幼虫ボトル交換でした。まあ、4匹発酵マットに入っていただいて、残りはもう1本850食わせて浮かっていう流れになります。で、またワインセラーにこの方々収まっていただいて、まあ綺麗な成虫になってほしいですね。いつも思うことはそれのみなんですけど。今回はどうもありがとうございました。またお会いいたしましょう。それではさよなら。バイバーイ。またよろしくお願いします。イエー。